マシニングセンターやボール盤での穴あけ加工にて、大きなバリが発生して困ってしまうといったことはないでしょうか。この動画では、バリの発生メカニズム、バリの抑制方法について解説していきます。早速ですが、まずはバリの発生メカニズムです。材料にドリルで穴を開けていくとします。 ドリルが降りてくると、ドリルと材料が衝突します。この時、穴入り口のバリが発生します。その後、ドリルはどんどん穴を深く削っていきます。もうすぐ出口、貫通直前というところでは、まだ穴出口にバリは発生していません。 貫通直後のタイミングで穴出口のバリが発生します最後にドリルが抜かれて穴が完成します今までの工程を振り返ってみるとドリルが最初に当たった時に穴入り口のバリが発生し 貫通直後に穴出口のバリが発生します。このように穴の入り口と出口それぞれでバリが発生します。穴入り口のバリについて、もう少し詳しく見ていきましょう。穴入り口のバリは、ドリルが最初に材料に当たったときに発生しますが、ドリルの刃物部分で削り出された材料が、ドリルの径方向に盛り出されることによって発生します。 よって当たる時に材料が盛り上がりにくくすればバリは抑制されますバリの抑制方法としてはドリルが当たる際の切削力を弱めることが大事になります送り量を小さくする、ねじれ角の大きいドリルを使用するなどの対策によってそもそもの切削力が弱くなるのでそれにより発生するバリも小さくなります 次に穴出口のバリについて詳しく見てみましょう。ドリルが貫通する直前には、右上の図に赤丸で示しているように、材料の薄くなった部分ができます。この部分がドリルが貫通する際に外に押し出され、倒れ込むことによってバリが発生します。この際のバリの抑制方法としましても、穴入口のバリの時と同じく、ドリルが抜ける際の切削力を読めることが大事になります。 貫通する際の送り量を小さくするねじれ角の大きいドリルを使用するなどの対策により切削力を弱めることで薄くなった部分の材料が外に押し出される量を減らすことができ結果としてバリが少なくなります。また2つ目の方法としては材料の強度を高くするという方法があります。穴出口部分にあらかじめ面取りを施しておくなどの対策により 強度が高くなった材料は穴外側に倒れにくくなりますつまり、バリが発生するときは切削力の方が穴出口部分の材料強度より強いのでバリを抑制するためには切削力と材料強度の力関係を逆転させる必要がありますそのためには2つのアプローチがあり 1>, 1つ目の方法は切削力を弱めるという方法であり2つ目の方法は材料強度を上げるという方法となります。最後としましてバリ取り工程を短縮することにより工場の生産性の向上が図れる可能性がありますので積極的に改善していきましょう。 前述のよう使用する刃物を変更しなくても切削条件の変更ななどででバリを少なくすすることが可能ですまた市販のバリ取りツールもいろいろと売られていますのでご興味のある方は調べてみてもいいでしょう。一般的にバルブの内径同士の交差する部分などの交差穴はバリ取りの難易度が高いですがいろいろな方法を組み合わせることで対応しやすくなります。 この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も役立ち情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。